雫、迎えに来たぞ。娘さん？なるほど、目的は彼女というわけね。娘を預かっていただいて感謝します、イアン先生。ここが彼らに占領されたのが予想より早くてね。来てくれて助かったよ、アリオス君。これはどういうことかね。知らない面々もいるようだが、ここにいては不自然な人間が少なくないようだ。はじめまして、イアン・グリムウッド弁護士、ルーファス・アルバレアという。先ほどの質問だが、答えはすべて彼女にある。君は？私の名前はラピス・ローゼンベルクよ。そうか、そういうことか。ではさっきの言葉を訂正しよう。よく来てくれた。君を待っていたよ、ラピス君。どうやら今回は当たりみたいだね。何事ですの？お父さん、あれは。雫、廊下へ下がっている。先生も避難を。ああ、どうやら落ち着いて話ができる状況ではないようだ。我は死なぬ。あの肩の形は彼が使っていたアーティファクトか。それにしては噂にしか聞いたことはないけど、あれはもしかするとアーティファクトの暴走かもしれないわ。周囲のものも取り込んで歪んでしまった得意点のようなものよ。見つけた。もはや人格のほとんどがアーティファクトに侵食され、わずかに残った執念だけで行動しているようだな。さすがにしつこい。こちらをすごく睨みつけていますけど、あれ、あなたたちの知り合いですの？非常に不本意ながらね。でもここで退治するしかない。元はそれなりの手だれと見受けるが、こうなってしまっては哀れなものだ。せめて一刀にて両断することを手向けとしよう。はっ！行くとしよう。俺の番だ。響かせよう、ダークレクイエム。よし、ターゲットを崩したぞ。いいわよ、行くわね。マイル、任せたまえ、アークスピード。よし、肩をつけてやる。崩したぞ。私の番。行くとしよう、アークスクドーン。お返ししよう。私がついてるわ。返すとしよう。行くぞ、響かせよう、ダークレクイエム。行くぞ。私の番だ。はぁ、助かる。
ターゲット。任せたまえ。行くとしよう。アークスクよし。触らないで。バランスカッペリオン。よし。ターゲット。しているぞ。不死身ですの？それよりこのままでは建物自体が持たないわ。つまり崩落する。このままだと。奴はまだ動くぞ。狼が喋った。今はそっちに驚いてる場合じゃありませんわ。来る。
ターゲット続いてくれ。任せたまえ。解き放任せるがいい。感謝しよう。行くぞアークス。クッソラ感謝しよう。褒めてあげればいいわよ。ドライブ開始。行くぞ響かせよう。ダークレクイエム任せるがいい。よし肩をつけて続いてくれ。私の番だな。感謝しておく。任せるがいい。東はせん、そこだ。
アークスクローたちの因縁だ。君たちの手で決着をつけるがいい。ナディア、スイ、やっちゃえ！これで終わりだ！
ちゃんたちの生き方はなあちゃんたちが決める。亡霊はさっさとあの世に行きな。異様な気配を察知して追ってみたまでだ。まさかあのようなものが現れるとはな。私にとっては一瞬のような時間だが、確かに人の子には懐かしむのに十分な光陰だったな。私はこのように服役中の身だが、法律アドバイザーの仕事も多少は続けているんだ。単に拘置所の中で腐っているよりは少しでもクロスベルに役立てるようにとマクダイル議長の配慮でね。ありがたいことだ。もちろんいろいろ制限はあるが、ある程度外界とやり取りできる端末も与えられていてね。拘置所の中も比較的に自由に動ける方だった。おかげで今回もなんとか雫くんをかくまうことができたわけだ。大戦が終結して間もない頃、ある日端末を通して何者かが私にコンタクトしてきた。エリュシオン、その存在はそう名乗った。エリュシオン。Thank you.
ああ、ここからが問題だ。動力ネットと活性化した霊脈、誰が意図したわけでもなく、この2つが影響し合った。交差するそれらが神経系の役割を果たし、そこに情報が行き交うことで、まるで人間の脳を大陸規模でシミュレートするような形になった。そこから独自の思考が生まれた。それがエリュシオンだ。少なくとも再現することはできないだろう。我々人類は未だ完全に脳の仕組みを解明できていない。どういう構造でどのようにして意識が生まれるのかすら理解できていないんだ。だからこれはあくまで偶然の産物、奇跡のようなものなのだろう。幸いと言うべきか、エリシオンが果たした進化はそれだけではなかった。最初に話していたエリシオンが私との会話を求めたのは、人間というものを理解するためだ。その対象にどうして私を選んだかはいまいち基準がわからなかったがね。会話を繰り返しているうちに、エリシオンは人間の感情と思考パターンをもとにシステムの疑似管理人格を形成した。それが私、ラーちゃん。お前、記憶が。まだ全部じゃないけど、話を聞いているうちに少しずつね。ずいぶんと静かにしていたと思ったら、そういうことだったのね。いや、話を続けて。あの時もこんな風に君と会話していたものだったな。思えばラピスという名前も私がつけたのだったか。おお、ラーちゃんの名付け親。そうだっけ。君は名前など不要だと言ったが、せっかくこんな感情豊かな人格になったからと私が勝手に呼んでいた名でね。まあ可愛い名前だから気に入ってる。100点をあげるわ。だからどういう基準だよ。
私にできる話はここまでだ。その後は真相を求める誰かの来訪をこうやって待っていただけだ。わずかな期待でしかなかったが、ラピス君、君が訪ねてくることもね。さて、次は君の番だ。記憶は無事取り戻せたかな？うん、ほぼね。と言ってもイアンがほとんど話したから、私に話せるのは最後の部分に関しての補足程度だけだよ。最後の部分、一体エリュシオンに何があったのか。か、簡潔に言うなら乗っ取られたの。乗っ取られたですって？それほどまでに高度な存在が。か、一体誰に？それがわからないの。気づいた時にはすでに管理人格である私が攻撃対象になっていて、システムに消される直前だった。だから最後に一度だけ限定式収束未来演算を使って対策したの。対策？消される前に自分をシステムから切り離してヨルグ・ローゼンベルクの元に転送したの。彼にこの体の制作と、その後に現れるだろう C を名乗る者、ルーファスに届けるように頼むために。それであの予言のような依頼になったということか。まさか依頼者がラーちゃん自身だったなんて。しかし、なぜ私に？オルキスタワーのメインターミナルを通じて総督時代のルーファスを知っていたから。知らずのうちに私自身が観察対象になっていたということか。ルーファスだからこんな短い期間で私をここまで連れてこれた。他の人だったらもっと遠回りしていたと思う。何よりルーファスならきっとどんな方法を使ってもこの事態に立ち向かうと知ってたから。その計算は間違ってなかったでしょ？賢明な判断だ。しかし分からなくなってきたわね。エリュシオンを乗っ取って、かつ今回の事件を企んだ存在、該当しそうな人物に全く心当たりがないわ。もしやこの第六中ノバルティス博士が？それはないわね。博士自身も否定したし、彼がここまでするメリットもないもの。どうやらまだ最後のピースが欠けているようだな。だが今回の事件の全貌はこれで判明したと言えよう。そしてその中心に彼女がいることも。聞かせてもらいたい。君はここから先どこを目指し何をするつもりかを。そんなの決まってる。エリュシオンが乗っ取られた原因を突き止めて、それを取り除く。ついでにこのおかしな事態も終わらせてみせる。きっとそれが私、管理者ラピスの使命なんだから。そうか、ならば俺のやることは一つだ。しずく。お父さん。すまないが、安全な場所に送った後もうしばらく先生と待っていてくれるか？わかった。お父さん、頑張ってね。あ、遊撃士協会所属、アリオス・マクレイ。君たちのこの道行きに、改めて最後まで同行しよう。私も、ここまで関わった以上、最後まで見届けますわ。では我らは二人の安全を確保し、引き続き周辺拠点の偵察をしよう。
ええ、任せますわ。雫と先生のことを頼む。風の牽制からの頼まれ事なんて光栄だわ。狼さんも一緒に行くんだね。ああ、ロイドたちともまた会う約束をしている。このままそなたらと行けば、おのずと道が交わる予感があるのでな。人形工房で連携した。確かに状況を考えると、どこかで直接コンタクトを取る必要はありそうね。イアン、ラピス君、まだ何かあるのかね。ちょっと言い忘れたことがあっただけ。ありがとう、イアン。君に真相を伝えたのはエリシオンの存在を知る人間として当たり前のことだ。礼を言われるほどのことじゃないさ。ううん、そうじゃないの。今まで私とたくさん話をしてくれてありがとう。イアンがいたから私は今のラピスになれたんだよ。こうやってルーファスたちと旅ができたのもイアンのおかげ。そう言ってもらえるのは嬉しい限りだ。自分がしたことにちゃんと意味があったということだからね。あのね、もし私がちゃんと正しい判断ができる人格になれたんだとしたら、それはきっとイアンの中に正しさを求める心があるからだよ。だからもう怖がらないで。お見通しか。ずっと心の底で恐れていたんだ。自分は本当に正しいことをしているのか、正しい選択ができているのか。過去の過ちはあまりにも重く、自分が信じられなくなっていた。だがラピス君、君のおかげで自分を見つめ直すことができそうだ。私も前に踏み出さないとな。頑張ろうね。この音、レンちゃんどうしたの。たった今、クロスベル全域を覆っていた通信妨害が解除されたみたい。それって、ああ、いよいよ最後の舞台、その幕開けのようだ。